それも先ほど一方でされていて、8月31日に文科省
きますというふうにおっしゃったということがございますけれども、そういう事実があっても丁寧に追加で説明するっていう気がないということでございますか。柱さんで1日ちょっと前で説明会をもっと前でそこから時間が経っていて忘れた、まあ、今年も落としてでしょうか、あるかもしれません。ただし改めて8月に文科省大臣がそういう発言をしているにもかかわらず、それに対応しようとはしてらっしゃらないんですか。だから私はその説明の一環として今回はこの報告会を設定をしております。報告会で説明会してないんですよ。それをあそこにある忘れた、正直言って前の話から全然違う、この忘れた、まあ、重要なことは重要だと思います。ただし説明会の流れではこの話は違います。重要とは思えない。それを説明しておいて、報告をしておいて、前の流れの、説明をしないっていうのはどういうことなんでしょうか。ですから私どもとしましては、その変更に至る理由、変更といいますか、変更を前提とした、次年度の報告を提出するという。決定に至る理由につきましては、再三ご説明を申し上げたつもりでございます。それで終わった8月31日に平野文科省の大臣が言っているわけですよね。説明会でも6、7月、7月そういう世界ですよね。で8月末にあったのに対しての対応というのは大学としてはなさる機会がないということをここで明言なさるんです。そうではなくて先ほど来申し上げますけど、私どもは5月からその説明を申し上げます。そして説明会によってさまざまなご質問が出まして、それに対してお答えをしております。そしてそのお答えの中で、これからのことについて非常に心配があるという言葉もございましたので、それに戻ってきまして今回その9月、12月、3月にそういう報告会を行いますと申し上げております。これは8月末の平野文科大臣の対応の説明会です。そうなんです。じゃあそれに関する説明はどういうふうになったわけですか。私どもは文科省の方から当初もちろん、そういう十分な、説明をという指導を受けて説明会の設定等も行っておりまして、その後一旦、さらに、詳しい説明をという直接の言葉を感謝をいただいておりません。例えば私がルールを持っていたら、文科省に、梅津理事は、説明する必要はないと思っているという認識をしていいということですか。今そのように申し上げておりません。文部科学大臣のインタビューというのはあったことは認識しておりますけれども、それはインタビューでありまして、私どもは直接文部科学省の方がですね、担当窓口の方からそのようにその8月の末の段階以降でそのような文部科学省からお話がいただいております。正式に話は来てないので、文科大臣の談話コメントがあったけれども、それに対応する気はないだろうおっしゃったっていうので文科省と話をさせていただいているわけです。そうですね。ここでその言葉でどうもというよりはですね、こちらの方で私はこれビデオがどうなったんですか。録音はしております。はい。で、もう一度、8月31日、ちょっと待ってください、今言われますが。で、そのコメントがあったのに対して、正式な話ではないので、文科省の担当部署なりから正式な話がないので、対応する必要はないと思っているっていうのは事実ですか、イエスですか、どうですか。そのイエスかノーかということで答えるのではなくて、私は何で答えられるんですか。ご説明申し上げます。いつですか。今申し上げます。何をで
どうかっていうことになると言葉ですから言葉の使い方逃げないでください逃げないでください言えたことは何なんですか。なんでこうあれですか。文部科学大臣のその話がありましたけど、そこにそのことっていうのは以前から私どもは聞いておりまして、常に聞いて明日31日に十分じゃないという認識だから、まあ、この報告会につきましても、その説明の一環が。先ほど、幸せだったじゃないですか。文科大臣の文科省の指導に基づく報告会ではないとおっしゃったじゃないですか、先ほど。ですから、これ自身は直接、その文部科学大臣が。それとは別に説明会を開くということでしょ。説明会を今、ここで開くと申し訳ないと申し訳ありません。じゃあ、説明はそれにはないというのはどうですか。説明する気がないということはありません。それはどうなんですか。それはどのような形で説明をなさるんですか。ですから、それは私個人で説明会の説明等をできませんので。全部いいじゃないか。え、大丈夫ですよね。ですから、で、今の段階で欲しいとかなんとかっていう話じゃないですよね。そこに責任ある立場としているんですよね。この場で私どもは理事会が最終的な意思決定機関でありますから、そういったものについての指示と理事会を開いて決断しております。あ、じゃあ理事会を開けないと文科大臣が何と言おうと対応する気はないですよ。そこにちゃんと言うのは話はできないよっていうのが今の選手会ですね。対応できないと申し上げているのではなくて、先ほど言ったようにこれ自身も私どもは学校の関係者に十分な説明をした。じゃあ、別なことで申し上げます。ということは、8月、1ヶ月前に、8月末に、文科大臣が、そういう談話をされたのに、学校の正式機関でそれに対応する、ことに関しては、一切議論がなされておらず、何も今まで対応されてないということです。今は、これから理事会をって今おっしゃいましたよ。ということは今まで対応することは一切やってられないことをおっしゃってますよね。一回で担当してる。文部科学大臣の記者会見に基づいて何か、私どもが理事会として話し合ったということはございます。ということは正式ではないので対応する気はなかったということでよろしいですね。一ヶ月間少なくとも対応したなという認識でよろしいですね。対応する気がなかったというのはちょっとご例がありまして、対応しなかったということです。対応しなかったといいですね。それはよろしいですね。イエスですね。はい。じゃあ、1ヶ月の間、一切商品に対して、対応しなかった。これは事実や。ということでよろしいですね。はい。じゃあ、私の方で何かあった場合、本当にお話のように発言をさせていただきます。ちょっと今の話ですけど、私たちは、そういうものの中で説明会、今どういう現状であるかということをご承認がありますように報告していこうという方向で準備していたんです。そうなんですけど、ちょっと報告を変えて平野大臣が喋ったことはご存知だと言われましたね。いいですね。じゃあすいません、学長さんから順にそのことについてまずどう思ったか、どういう認識を持ったかって感想を聞かせてもらっていいですか。あの法学のことにつきまして、大学の方針を示して、それに向けてどういうふうに法学を行っているのか、それについてのご理解を皆さんに伝えて求めている、その流れの中で本部の大臣の説明だと思いますけれども、私たちは何回も報告会、現状報告をお伝えしながらこれから働いていこうというふうに考えて設定しております。違反しているというふうに自己満足して
んで、どうぞ使っていただけますか。じゃあ先ほどのご説明になります。私の方は以前から文部科学省の方から学校関係者、国民財構成、それからその部署について対して十分な説明をという言葉をいただきましたから、それに基づいてやっておりますので、文部科学大臣のそのインタビューという意味ではなくて、そのような丁寧な説明をするという前提で動いております。そのように一致しています。説明会を報酬形式がありながらと提案されましたが、まだ報酬形式に関して、もらったご心配されるのがあります。しかも、そういう方がいらっしゃる中で、話をすることがあるように感じました。本部会議の記者会見は2つあったと思います。前端が、学生募集の停止は、学校の自主的な判断で、なされている。しかし、在学する、学生がいるので、十分な、説明を求めるということであったと、私は記憶しております。今回の説明会、先ほど、だからだと30分もたてないかというお話でしたが、途中在学する学生保証人の皆さんに向けて今現在の、例えば転学転入の状況あるいは内定状況と、説明をさせていただいた丁寧な説明の中の、一環であると私は思っております。そしてその意味で、させていただきました。以上です。フリートリスが2冊説明を終えました。4方は全員ラジオ下の意識を持ったと思うんですが、それをそういう注意喚起、国の大臣が言ったような発言を、ね、聞いていたにもかかわらず、今回報告会でいいというふうにご判断したのは理事会でしょうか。これはそこを認識しながら無視しよう、スケジュールがあるからとしか思えないんですけれども、先ほどの方が今一生懸命聞いてお言葉をきっちり出してもらうように、それも優しく聞いて、ね、子供を育つようにして聞いて、それで何のことを言っているか分かりません。認識があったのに報告会にした説明ができないとか、そういうことっていかがなんですか。常識としてこれからの報告会でしたら、先ほど鈴木さんが言われたような流れでちょっと順番を変えてほしいなと思いましたけど、あれでいいと思いますが、一番最初に保証人の方から出た言葉が全部の説明会の技が何ですかですよ。本場は本場だと言ってるんですよ。ちゃんと説明しなさい。そしたら今僕の前に言われた男性の方が、それは本場省の所得で言ったけど説明会じゃなくて報告会という形で進まってどんどん言ってるんだけど、これどういうことって言っといてほしくないんです。あなたの認識はどうでもいいんですよ。そこに点があるとか、本場大臣が言ったってことは分かってる。保証人がこういう質問の答えを求めてる。これは現実だから、そこに対応するのがあなたたちの責任じゃないですか。学長いかがですか。先ほど申し上げて、そういうことを受け止めながら今いる学生、その人たちがどのように卒業まで引く先に果たしていくか、そこのところをまずご説明し、本学の取り組みも皆様にご説明し、そしてそこのところを待ち合わせていただきたいというふうに思っております。ですから取り組みについて説明いたしました。あのね、
取り組みというのは報告です。取り組みを説明するんじゃないんですよ。取り組みというのは説明するということは、それをやっていいかっていう、え、それを聞いて初めて説明して、じゃあそれでいきましょうというのが説明です。取り組みやってるんだから方法なんです。だから我々が言ってるのは、その取り組みのものをやってたから詐欺師の可能性が大きいから、それはしょうがないですよ。ただし我々が聞いてることを、これは説明家であるとして認識しているこの出席者、それに対するケアというのは何もないじゃないですか。このところそれはそれでしょう。学校経営する人間として学生の面倒に当たり前なんですよ。それが仕事なんでしょう。体が当たればいいんですか。学生の側がするその取り組みが一番大事だと思っています。それを今皆様にご説明し、まあ、こういうふうに説明がない、まあ、それが報告であると、それはそういう認識があるか、それは結構ですけども、それをどのように取り組んで、どの方向性を持っているのかという説明をいたしました。3年の前です。今学生の気持ち、あと学生の気持ちを本当にやられたためだと分かりますか。学生はあなた方の決定によりものすごい精神的ダメージを受けているんです。学校に裏切られたという気持ちでいるんですよ。それで最近のこの転学転入ありますよね。このために今度は転学を希望する人は友達を裏切るんじゃないか、友達とこの話がしたくてもできないよって言ったら、私の友達が私に黙って転学しちゃうかもしれない。学校に裏切られたら次は友達に裏切られるかもしれない、あるいは友達を自分が裏切ってしまうかもしれない。正式に話はなかった、今まで正式に話はなかったということでしょうか。
中央自治体について。まだそういった目論書といいますか、提案書というような形での支援といいますか、経営方面の提案がいただいております。それは正式ということをおっしゃっている、打診とお話はあったということをおっしゃっていますか。正式にはないんだけど、話はあったということをおっしゃっています。その通りです。よろしいのは何件ぐらいあったというのをお知らせいただけますか。これも前の説明会の時に、外部の学生からの方も含めてお話をさせていただいた時に、外部からの提案があった場合はちゃんと検討しますというのがお約束だったと思います。長井さんの方から話があったように、やはり大学生も含めて外学が何らかの形で存続するというのは非常にプラスのことだと思っておりますので、そこに関して、ご存じのないというか、認識をする範囲で何件ぐらい話があって、正しい発生したのはないかもしれないですけど、何件ぐらいあったというのをご知らせいただけますでしょうか。2件ほどございまして、その2件につきましては、7月の開催しました理事会で、報告しております。報告というのは、正式な内容のそういう話があったという報告をしている。この施設ではどうなっているでしょうか。先ほど理事長からもご説明しましたけれども、私どもの方で先ほど言ったご説明したような、基準に合ったご提案で、基準に合わなくても具体的な提案がありましたら、必ず理事会で慎重に、審査するというそういう手続きということになっております。それは正式な提案があってかなっていうことをおっしゃるんですよね。はい、そうです。すいません、その時もう一度基準が何かを明確にしていただきます。一つは東京湯河原大学の名誉を発すことができないということです。設置者が変更された場合に東京湯河原という名前は使えない。2点目は、これは部屋の中身になるわけですけれども、今私どもが考えられるとしますと、その経営母体の変更ということ、大学の経営母体の変更ということしか、この大学の継続ということが難しいというふうに考えていますので、その経営母体が変わるということは、設置者変更という手続きになると思います。ですから、その設置者変更ということになりましたときに、この設置者変更の関係というのは認可事項になりますので、その場合もかなりこれについては難しいという認識があるということです。計画自体は今、感染拡大で、新興宗教指導組が今、そちらが表していただいて、その3、4年もまだ時間っていうのがあるんですけれども、その設置者変更っていうのは、そんなに3年もかかる手続きになってどうだったでしょうか。そんなにかからないと思います。ということは、まだまだ可能性はあるという認識をしていればよろしいということでしょうか。ですから、そういう意味では可能性はあるというのを持っていただいて結構だと思いますけれども、先ほどもう一つその条件ということで言いますと、学校法人同士の交流協力関係を含めて、現東京湯河原、という法人と先方の法人との信頼関係、あるいは、両法人の協力研究活動のやはり方向性、あるいは水準、そういったものに共通点がないと、なかなかその設置者変更というのも、難しいというふうに聞いておりますので、はい、そういう意味では相手さんが正式にオファーをしてくれば、相手さんはその意味がある外部的に先生がどうかあったとしますが、その時に東京都学館側は正直言って大学経営を諦めたのに、その教育方針なんかなんだって言うんですか。今更自分たちが出なかったらどうしたっていうのに、相手をそんなちゃんと選ぶというか、言葉よくないですけど、選ぶと言えるんですよ。
それだけ逆に私どもは今現在いる学生のことを考えまして、そのお考えさせていただくことにいいということではない。あなたはお受けしたことそれが一番分かると思います。ですからそれは繰り出しに戻る話でございますけれども、私ども理事会としては十分検討を重ねた結果、このお受けしている結論になっております。それは少なくとも今見ても、慣れないかもしれませんが、提案がある、それが正式になった時には委員会が来て正式に検討をする。で、財政等で問題がなければ、なおそれはあって、委員会の設立等はそんなにかからない、少なくとも3年かかるというのはどうせではないという認識でよろしい、はい。で、その時に、最終的に東京都道府県大学という学園が、その後に、相手方を、何らかの理由で、もうと言った場合に、その理由等に関しての明示はしていただけるという理解でよろしいですか。明示をするというのは、先方のこともございますので、この段階で必ず明示するということは申し上げます。それは、外部理事を含めて理事会でやって、それは、何らかの、フィードバックを関係者、保護者、学生等に数字は基本的にないということですか。ないこともあり得るというふうに考えます。ないこともあり、それでは理事会にかけたこと自体に関しては公表していただけますか。私どもは教職員の方もおりまして、基本的にそういった、提案が外部からあったのかなかったのかのことにつきましては公表しておりますし、理事会よりも公表できる内容については決議事項について公表しております。ですからそういう相手方がどこであるとかということについて、お知らせするというのはお互いのこういった値段付け的なものもございますので、通常は業者がそれについては、最終的に決定をしない限りは、公表されないというふうに、考えております。それと相手側は、話も明示されないけれども、そういう感じ自体に健康課題としては検討したという事実は、基本的に公開なく、というふうに理解しています。すみません、確認なんですけど、その支援のお話があったっていうのは、2件だけでよろしいですか。はい、正式ではなく、一応こういう話があるんだっていう、その話だけでもこういう内容をしたというのも2件だけで、とにかく2件だけということでよろしいですか。4人の方で、それぞれのお願いします。私から申し上げますけれども、はい、問い合わせはその他に続いてございます。何ででしょう。それはなかなかその問い合わせということですから、はい、結構あったということですかね。いや、そんなに語っていないということです。問い合わせについてはどういうことだよ。現在は私もですから、提案につきましては慎重に言うか、新党の手順を踏んで検討いたしますので、検討できる資料をご提出くださいということでお願いします。では、2件だけではなく、他に続けるお話はあるということでよろしいですか。はい、検討中ということで。専門の検討中ということは。専門の検討中ということで。どうぞ。また同じです。いや、本当に。それでも大きいです。先ほどの実写変更についてなんですけど、いろいろ手順があるということでしたが、文科省に確認したところ、すごくその実写変更に対して、時間を過ぎながらなければいけない、そのハードな部分というのは、譲渡とされる側で、する側は、場所に一人前でいいということを文科省の方へ確認すると言いますので、それは別にそんなに心配なさらなくてもいいと思います。文科省の政治変更についてはそういうことになっております。
で、まあ、今回の変更について、いろいろ夫婦の方たちも選んだり、検討なさったというお言葉を大変いただいているんですが、前回、学校の秘書から、補助金の利用がについて全く補助しなかったですよね。そういう大事な部分、経営部分というか、そういうことをお答えしまってるというのを、学内秘書の方はご存じなくて、どうやって皆さんで審議した結果って言えるんでしょうか。学校内の状況を説明しないまま、資料を渡さずに、なぜそういう傾向という結論が出たのでしょうか。学長から皆さんにお願いします。突然の質問があったので、私は質問をしたいと思います。私は、どのようなものだと思います。音楽において、取材のみで、そういうことは、聞いた報告は受けております。皆さん、その重要なことを頭になかったということですね、学内の方は。じゃあ、お願いします。今、理事長が申し上げました通り、理事会においてはきちんと報告がなされております。で、その評価についてですけれども、それは補助金の計画と乖離しているというか、特にそれは大学再建の計画に対する補助金でございましたので、数字がこちらが出していた計画通りにいってないということで、評価が悪かったということです。リードがというのではなかなかですね、せめてリードが死なのは分かりますけど、なるほど。はい、それだけこういう経緯で募集をこうして、で、県の止まるように、リードが努力しますという計画書と、実際に集まった政策の会議が、含めているという感じになります。自分たちの計画のところが、そのようにならないということですね。補助金に絡んだ理事の上級理事の話に補足しますと、その D 評価をいただいた受けたものは、もともとは定員割れ改善計画という取り組みでございます。それが、未来経営戦略推進経費、中間評価結果という中で、D 評価、会議をしているというご説明がありましたが、その D 評価は、計画の進行に遅れがあり、着実に成果を上げるためには、された意見を十分に参考して、取り組みを行う必要があるという、5段階評価の D 評価で。あったということでございます。その定義割改善計画の管理、してしまった数字につきましては、冒頭理事長の動画のご説明があったとおり、理事会の方で、進捗状況について、認識をしていただいている事項でございます。ご自分たちがその理事評価に対してただいまのご質問ですけれども、私ども本日の趣旨を、この会の趣旨を申し上げたんですけれども、その趣旨から大きく外れてまいりましたので、その回答については理解させていただきます。まあ、その以外はいろんな取材要領ですね。
その中で、その間、募集活動されるですね、ある理事がですね、もう閉校するから土地を買えませんかという、なんか相談のやつに行ったとしたら、もし行ったとしたらですね、買いに来ると思うんですけども、それを、そういうふうに、判明したときに買いに来るであるという考えはどうですか。はい、理事長に聞いてます。今ご質問って、自分の指示が入らないですね。要するにですね、あと一つね、一つ言いましょう。ね、募集で承認したのは、本年4月の理事会でよろしいですね。よろしいですか、ご返事ください。皆様にお伝えしたいと嬉しいです。で、昨年までですね、承認の先生方がですね、いろんな募集活動を、一緒にやってらっしゃったというふうに聞いておりますとですね、もしその場合だけですね、一理事がですよ、もう併合するからこの土地を買えませんかという働きかけというかですね、不動産会社にそういう話をするとしますね、もしかして。そうした場合ですね、理事長の考えとして、それは買いに来いということになると思うんですけども、そういうことが判明した場合ですからね、理事長はその理事を解雇なさる気持ちあります。もしも家庭話でなくて、そうです解雇することができます。で、なんでできないですか。解雇ですけど犯罪でしょ、これ。いや、家庭の話です。え、あの、じゃあもし家庭の話でそうなったら、犯罪したらどうかって聞けるよ。解雇します。そういうできないってことですね。できないってことが嬉しい。解雇できないですか。解雇とか解任ですね。大変な重要な問題です。そうです。そのようなことの。だから、もしそのようなことがあったというところが判明したわけですよ。判明したら先ほどの内容のことです。大変重要なことですので。重要なことですから、普通の人としてどうですか。じゃあ、すみません。じゃあ、次の質問いきます。出口さんのお話します。2010年ですけどね、あなたが村の父さん、三菱地所で、並行するから大学の工事売却を持ち帰ったという話がどうやら孫の近くであるらしいんですけども、これは事実ですか。そういったことは一切ございません。ありませんね。もしその事実が判明した場合はあなたはどう思っております。これは今実証申し上げたんですけど、家庭の話をここで回答するわけにはいかない。もしあなたそういったらやめるか、やめるか聞いてるんですから、そういうのを判明してくるんですね。だから何事ですか。同じ回答ですけど、家庭についてこれ回答することができます。常識的だったらどうですか。常識的に犬さん誰かだって、もしそういう方がいらっしゃらないのではあるんですけども、今度はちょっと学会時間の方に来たらなんですよね。短い意味ではそういうのやってらっしゃらないから僕はお勧めするんですけども、今日の感想なんですけどね、入り口に行った時にですね、僕非常に思いました。門をですね、入る時にですね、犯罪者のところにギロギロギロ見られますとですね、だから何せつけてくるっていうので、ね、こういうことをですね、教育の立場でですね、多分政府たちを含めてですね、圧力をかけてるんじゃないかと思うんですけども、非常に思いました。それはこれはもしこの時の法律が説明ないと簡単に話すわけですけども、こういうやり方は私も言います。非常に不便ですよ。これは法則に対してああいう態度を取られたからとか、それはどう思います。理事長どう思います。どのようなことがありがたいんですか。ですが、入るときに犯罪者を見るように出て、ジロ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 見るんですよ。多分他の方もそう思ってしまいますよ。教育のね、こういう感じで受ける、保護者が受けるんですよ、保証人が。政府はですね、もっと受けるべきと思いますけどね。次回からこういうことはですね、やめていただけないかなというお願いなんですけど。